皆さんこんにちは。板野幸三の超植物チャンネルのお時間です。本日は筑波大学名誉教授板野幸三先生に稲の自然栽培の話、そしてご自身の実験についてお話を伺ってみたいと思います。それではよろしくお願いいたします。こんにちは、板野です。今回はですね、水耕栽培として非常に薄い溶液で育ててみたという話があって、前回のところで500本茎が出た稲の話をしました。で、丸3ヶ月経ったあたりで第一ステージが終わるんですけども、この後も完全に刈らないで育て続けてたんですけども、培養液というのが非常にこう管理が難しくて、水の中にいろんな化学肥料を少しずつ混ぜて使うんですけども、そうするとその中の一部を稲が吸って、で何かしか残る部分があって、足りないものを足すというのは純粋にはできないので、残っているものがどんどん残っていって、そこにその新しいものを足していくと限界がどこかで訪れて、途中で培養液をもう全交換してやるということを、その 3,4 ヶ月ぐらいに1回ずつぐらいはやらないとコントロールが効かなくなってくるというようなことがあって、それでその試行錯誤をしているときに、もっと薄めたらどうなるだろうかというふうにふと思って、培養液を薄めに し始めます。で、これ、これはちょうど最初の頃の培養液の濃度を表しているグラフですけれども、ここからもっと落としてみたと。で、ちょうど300ぐらいだったのを100を切るぐらいのところまで下げてみたと。100を切るというのはどのくらいの濃度かというとですね、普通の水道水に何も化学肥料を入れないでこの電気伝導度を測ると、東京の水だと30ぐらいです。ところが筑波の場合は霞ヶ浦の水を採取してて、霞ヶ浦の中に水の中にはナトリウムが入っているので、電気伝導度がちょっと高いんですね。水のままでも 5,60 ぐらいのオーダーなので、100を切るところっていうのはほとんど水の濃度に近い、ちょっと水の濃度にも濃いくらいの濃度で、これはもうだから何というか普通の培養液と比べたら25分の1から30分の1ぐらいのそのくらいの濃度です。で、そうしたらですね、そういうような状況で稲を育て始めたら、今まで左の上のような状態の稲の根が右のように変わっちゃったんです。右の根は見ただけでとてもいいのが分かると思いますけど、真っ白なシャキッとした根がさーっとなんか伸びていってますよね。で、こういう根が出てきたと。で、これもそうですけど、同じようなステージでドロドロだった根から新しい真っ白な根が新しく出てきて、この根の感じっていうのはパッと見て、あ、これがハイポリカの根だっていう、これはなんか野沢さんのトマトの時に現れてた真っ白な根にとても近い感じの根で、こう肥料の濃度をどん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 下げていくと、こういうその真っ白なのにこう変わってくるような比率が現れて、これよく見ていただくと、ちょっと太いこう茎がこうやって右の方で左の上の方にこう走ってますよね。茎みたいなのがスッと伸びてきてるんですけど、これはちょうどハスのレンコンの地下茎みたいな感じで、その自分のエリアの外になんていうか出島を作って、そこからなんか芽が出てくるみたいな、そういう新しい形が現れたと。こういう形が現れたんで、稲の生態が変わったなっていうのがその時に分かったんですけども、こういう根が出てる時の培養液はとてもいいんです。で、それで今度はちょっと別に実験してみようと思って、20種ぐらいの種を一緒にまいて45日だけ育ててみるっていう実験をして、でこの時に今の非常に薄い培養液を使ってやったら、こういう根が下に展開したと。こういう根になったら明らかにもうパーフェクトに近いというか、初めからこういう根を知ってくれれば丈夫さが全然違うんで、こういうものがなんかどういうふうに現れるんだろうみたいな話で、ここでこの酸化還元電位の問題が出てくるんですけども、酸化還元電位っていうのは水の中のなんていうか酸化傾向を調べる、で人間でいうと血液が酸化状態になっちゃうと良くなくて、少し還元状態になるような状態の食べ物を食べてた方がいいとかって言いますけど、あの酸化状態で、人間の血液はだいたい0ミリボルトに近い酸化還元電位で、普通の水道水はだいたい300ミリボルトを超えてますけど、
こういう培養液のレベルの酸化還元電位は、あの左の上の方が300近いところにありますけど、あのこのなんていうか根が真っ白になるような瞬間から測り始めたんだけど、ちょうどその直前ぐらいのところで300ミリボルト近かったのが150を切って200と100ミリボルトの間ぐらいのところに入っちゃったんで、こういう状況の時はとてもいい状態です。で、あのこれって無肥料の自然栽培にちょっと通じるところがあって、あの肥料をもうほとんど人工の化学肥料を入れてないのと同じくらいの状況のところまで薄くしちゃってるので、まあでも水耕栽培なので、あの肥料がゼロになっちゃったら当然育たないので、ものすごく薄くするんだけど、でもその薄さを保たなきゃいけないと。30分の1ぐらいの濃度の状態のその成分比というのは、あのどんなに稲が吸ってもその状態をなんかキープしてあげないと、あの本当に水のままになっちゃったら育たないので、あのこれってちょうど木村さんのリンゴ屋なんかにも共通するんだけど、土の中には微生物がいて、上からこう枯れてくる草だとかそういうものをなんか分解したりとか、そういうそのサイクルだけで非常に薄い肥料を無限にその薄さのままキープできるような環境を人工的に作っているのに近い形なので、でどうも培養液でやるんでもこういうやり方を取ると自然栽培をやってるのに近いような環境になんかつながってくるので、あのこのやり方はあの水耕栽培でもありなのかなというふうには思いますけど、ものすごく難しい。何が難しいかといったら、非常に薄い濃度のものを一定に保つというのはそう簡単ではないです。で、あのこれは最後の方のフェーズの頃の実験装置で、僕の書斎とはとても思えないと思いますが、左の方のオレンジ色の容器が、あれで1トンぐらいの溶液が入るタンク、あれ1株の稲なので、あのこの場合に写っているこの稲は1000本超えてるんじゃないかと思いますけど、でこういう状態で結構なんかいつも青々としてて、あの稲の整理がめちゃくちゃになっちゃうので、農業用の栽培法としてはもうあまり適さないと思いますけども、花が咲いて穂が出てっていうのがちゃんとコントロールもできない状態なので、いつもなんかこうランダムに穂が出てきて花が咲いてて、そういう話をなんかこう繰り返しているような、そういう生態にこう変わってきて、こうやって右のタンクと左のタンクが連結されてて合わせて 1.5 トンぐらいあって、これで水を循環させながらいろんなコントロールして、でいろんな測定をしながら育てたという、ここではちょっと上に見えないですけども、この覆いがしてあって、この内側の空間の上のところにあの照明用の ランプがつけてあって、ちょうど太陽光に近いような光の波長を持っているメタルハライドランプっていうその特殊なハロゲン系のものをなんか発光させるんですけども、でそれをなんとかこの上の方につけてあります。で一番大変だったのは、そのランプがあのものすごい熱が出るので、その熱をどうやって外に出すかって話と、あと水漏れですね、水漏れをする可能性があるんで、こうやってなんかやってると、一番大変なのはあのちょっとしたミスで水がなんか外に漏れちゃうことで、あのホースを連結したりいろんなところで水が漏れちゃうと、あっという間に水浸しになっちゃうので床が大変でした。だからなんか下の階の先生のところに何回か謝りに行ったりとか、そういうことが相当大変だったんですけども、あのこういうのをずっと2年半か3年ぐらいのところで、まあ、これ以上もできないかなと思ってあの切り上げたんですけども、あのこれってあの季節は関係ないんですか？春とか冬とか夏とか、この稲の生育は全く関係なくなります。あの部屋の中だって温度コントロールと光のコントロールをしてて、で当然だからあの照明もタイマーをつけてちゃんとある時間になったらしい、光がライトがオンになって、じゃあある時期に花が咲いてある時期に実を結ぶとかいうことは全く、もうそれは全くなく関係なくなる。人工環境だとそうなりますね。というのはこの話で、ですから自然農法的なその、植物の生命エネルギーの発露というのとは違うもの、まあ、そこは違うよね、きっと。稲としたら僕の影響を受けてた可能性はあるけど、それとそれからもう一つは、何種類かのセラミッ
ックス の, あの検証を一緒にやりました。でそのセラミックスが効いてた可能性はあります。だからいろんなセラミックスを水の中に一緒に入れといてやって、その効果がどのくらいあるかっていう有意な結果が出たんだけど、この当時で使ってたセラミックスがどこかに行ってしまって今なんか手元にないので、何種類かのセラミックスをあの栽培装置の中に一緒にセットしてやった時に、どのセラミックスは効果があるけどどのセラミックスは効果がないみたいな話はあったと。でだからそういうその特殊な何かエネルギーを何かかあの共鳴してくれるようなセラミックスがセットされていると、自然環境のところで何かでは自然に補われているようなエネルギーをある程度補強してやるみたいな話は、それはできる可能性はあるんだけど、なんかそのセラミックスはなんかイオン交換とかなんかそういうなんか物理的な作用を起こしてるんですか？生命体に直接影響してる。稲の生命エネルギーに対して直接作用してるではないかと思われるようなあの結果があの付随的には出たんだけど、あのそれもだから本当はもうちょっと実験をしないと最終的検証としてこれを使ったらこうなるとまでは言い切れないところがあるんだけど、でも関係はあると。水に関しても多分あのだから化学肥料を使ったら絶対ダメっていうことでもないんだけど、基本的に化学肥料って水の中に化学肥料をそのまま混ぜて使うだけだと ある種の毒薬とまではいかないけど、エネルギー的に見たときにあまりなんていうかこういわゆる自然界に馴染んでるものではないので、必要な養分を無機的には持ってるんだけど、培養液をどのくらい自然の環境に近いようなエネルギーに変えてやるかみたいなことはやる必要がある可能性はあります。ある種のことをずっともう少し研究していけばそういうことができる可能性はあるし、だからやる方法はあると思うけど、セラミックにそういう作用があるということですか？あります。だからそれはだからなんか人工のセラミックを使ってそれをやることもできるし、天然の石の中にもそういう作用がある。土と土たるところは何なのかって、あれはなんかこう石が非常に細かくなってるものに有機的なものが混じってるようなのが普通の土壌と呼ばれているもので、大きければもっと岩石系のものになっちゃうけど、基本的にそういうものも全部元は自然界の中にあるもので、自然の中にあるそういうその自然霊なり地球のエネルギー体にこう共鳴しやすいようなものとしてあるわけですよ。でセラミックを作る時もそういうことを考えた上で、そのそういう共鳴しやすいようなセラミックを焼いてやることは原理的にはできる。僕のだから直感とインスピレーションと認識だけで語るのであれば、それは 100% できるって言えるんだけど、稲のこの栽培をやった時にはそれが 100% そうであるということを実証するところまでは持っていけてないんだけど、糸口ぐらいまでは感じた。そのセラミックスは特殊なものなんですか？これそんな特殊なものじゃないです。その当時のなんか何か知ってる方たちが自分たちで焼いてこれを使ってみてほしいとかって言われて持ってきてもらったものを使ったらたまたまうまくいったんだけど、その人たちとのなんかどこかで縁が切れてしまって、一時期渋谷のハンズで言われてたこともあったんだけど、もう今は存在しない。ある時期まではかなりちゃんと保存してあったんですけど、ある時期に処分してしまって、その時そのセラミックだけ置いとこうと思ってたんだけど、どこを探しても見つからないって普通何でもないセラミックスで外から見た時には。水耕栽培で他のものでもそのセラミックを利用することで、まあ、稲が生育が良くなるということも、それはそれはあり得ると思います。あ、はい、僕の家はこの当時はあるなんかこう高い建物の8階にあったんだけど、野沢さんのトマトなんかの場合は土の中に埋めてあったんだけど、土の中に埋めておくと温度管理をするときに夏でもなんか培養液の温度が上がらないから普通やる方法なんだけど、土の中に水のタンクを埋めておくと、その分それだけでその大地の持ってるエネルギーの影響を受けるので、それだけで有利。同じような話が何重にも起こる。だからただ普通はなんかそういうことは何も気にしないでやってるので、水に関してもね、その辺の水道水を使うっていうやり方も水耕栽培でもあるし、地下水を使ってる人たちもいるし、田舎だと
どういう水を原水で引いてきて使うかというのもとても影響があって、その大元の水のエネルギーというか、どういう状態の自然の中で生きている水を持ってきて使うかというのもこれもとても大事なので、まあ自然界の中でいろんな山間だとかいろんなところなんか水が流れてこうなんか川で降りてくる、いろんなところを通ってくるときにいろんな波動が入っているので、普通は自然界の中の波動がちゃんと入っていれば個性はあるけどそれなりにみんないい水なんだと思うけど、それを外に出していろいろ消毒したりとかいろんなことをして塩素を混ぜたりとかいろいろしている間に水の波動が多分落ちちゃうので、もし浄水器だとかなんか水のそのいろんなものをやるんだったら、そういうことをきちんと考えて水のコントロールをしてあげるといいと思いますよ。それはですから普通の水道水よりは南アルプスの天然水みたいなそういうものを使った方が、南アルプスの天然水がとして売られているミネラルウォーターがいいかどうかというのはまた別の問題だけど、 あそこの水がそのまま使えればいいかもしれない。当たり前によく言われているのは、例えば魚沼のコシヒカリっていう有名じゃないですか、はい、魚沼のコシヒカリっていうのは谷川岳の水がを使ってるわけで、その水がいいわけです。そのとても、ただそれと同じようなことを都会でやろうと思ったらなんかそれなりの特殊なコントロールが必要です。でセラミックだとそういうと同じような効果が得られることも得られることはあります、はい、僕はだから自分で自宅では浄水器は自分で作って使ってる、かなり凝った浄水器を使ってて、我が家ではその浄水器のところには天然の石を使ってますけど、どういう石を使った時にどうかという話はいろいろとあるので、そういう工夫をすれば、ただそういうところの話がだからあまり目に見えない話なのであまり客観性がないということで、今の世の中では議論がしにくかったりとか技術的なことがみんな前つばになっちゃったりとかしやすいので気をつけなきゃいけないということはあるけど、この稲を育てた時にもう一つ思ったのは、自然の環境を自分で部屋の中に作り出すのはほとんど不可能なくらい難しいことだなとつくづく思った。ものすごく努力しててもなかなか作れない、それに近いものは結局はだからなんか自然界の中に持っていって植えてあげた方が本当はいいのかもしれないというところもある。はい、板野先生どうもありがとうございました。それでは、この内容に共感された方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。どうもありがとうございました。失礼いたします。